はいどうも、マイグミのみさぬきです。今回は、一般的に備前焼きってこんなイメージじゃないって思ってる、備前焼きらしい曜変のごまね、これでいこうと思います。備前焼きは、焼き締めで釉薬を使わない焼き物だっていう話はしてきたと思うんだけど、でも、まあ、いろんな模様があるよねとか、これって曜変って言うんだよとか、まあ、そんな感じでやってきたと思うんだけどね。その曜変の中でも、これが基本だよねって思うのが、このごまね。で、備前焼きって薪には赤松を使うんだけど、この赤松の灰が作品の上に降りかかって表面につくのね。これが釉薬の代わりになって溶けてガラス質になって、定着するのね。で、これがゴマをパラパラって振りかけたような模様に見えるから、ゴマっていうネーミングされたのね。うん、で、このグイの実は黄色いゴマだけど、釜の状態や薪の種類によって色が変わるのね。結構ね、いろんな色があるから、これがまたね、奥が深くて面白いところでもあるんだけど、で、一般的に例えばこの黄色なんかは、松の灰が多いとき。で、緑は松以外の木の灰が多いとき。で、白が酸化硝性が強いとき。で、黒が、溶けきってないときとか言われてんだよね。うん。で、そんで、そのゴマがたくさん積もって流れ出したりしたら、流れゴマって言ったり、流れたゴマが溜まって水滴みたいになった状態で固まったものを、玉だれって言ったりするのね。で、こっからはもうね、個人的な見解だから、ふーんぐらいで、聞いといてほしいんだけど、例えば、玉だれを起こすぐらいの焼けとか、前々回の灰かぶりのガリガリに焼けたような曜変だとか、まあ、よく雑誌とかに取り上げられたりしてんだけど、うん、まあ確かにね、派手でね、すんごいいいなって思うんだけど、まあなんていうか、その、厚化粧のハリウッドセレブみたいな感じ。で、正直毎日使うには疲れちゃうのよね、こっちが。で、まあでもゴマって、このさらっと薄化粧した、ほのぼのした、その田舎娘感があって、まあなんていうか、うん、毎日使うには落ち着くよねって思うのね。まあ個人的な意見だから、もう正直無視して。うん。まあ、で、このゴマなんだけど、まあさっきも言ったように、いろんなね、色があったり、いろんなかかり方があったりするから、じっくり見比べてみると楽しいと思う。うん。で、まあ、今回はちょっとここまでにしようかな。うん。じゃあまたね。ということで、少しでも面白いと思ってくれたら、高評価、チャンネル登録お願いします。ではまた。you